広報小田原、この時間はゴミと資源の収集日カレンダー配布のお知らせをお送りします。お話を伺いしますのは環境事業センターの新井さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、間もなく新年度を迎えます。ぼちぼちですね、こちらの皆さんおなじみのゴミと資源の収集日カレンダーが配布される時期になったようですね。はい、そうです。3月上旬から、26地区の自治体の皆様には、順次配布をする形となっております。はい、ね、こちらの自治会に加入されている皆さんのご自宅には自治会から配布されるということなんですけれども、はいはい、未加入の方、また、はい、2世帯住宅ですとかでね、はい、もう1枚欲しいよという方もいらっしゃいますよね。はい、そういった方はどうしたらいいんでしょうか。はい、そういう方のために、市役所、4階に、環境政策課と、あとは、各地区のタウンセンターの、はい、住民窓口、あとはアークロード市民窓口、尊徳記念館、梅の里センター、市民会館、神津学習館で、配布をしております。はい、あとそれ以外に、JA 神奈川さんのご協力を得て、曽我、片浦、大久保、早川で、配布を行っております。こちらは配布を行っている支所さんの所在する地域のみの配布となっております。はい、ね、以前は支所に、ね、取りに行っていられた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ね、はい、今度から今おっしゃられてた場所で配布されるということですね。はい、そのようになります。はい、また市役所のホームページからもダウンロードできるそうですね。はい、市役所のホームページにですね、同じようなデータが、保存されておりますので、こちら印刷していただくことで同じカレンダーを、印刷することができます。はい、そしてね、皆さん多くの方がこちらを使われていると思うんですけれども、ご年配の方などにはちょっとちっちゃいなっていうお声もあったそうですね。はい、小さくて見づらいという声がありましたので、大きく A4 サイズなんですが、はい、月ごとにまとめた大きいサイズのものも制作しておりますので、こちらも市のホームページからダウンロードすることができます。はい、これは随分見やすいですね。はい、私もちょっと目が悪いので、こちら大変重宝しております。うん、はい、ね、こちらの方もぜひご利用ください。はい、お願いいたします。はい、ね、間もなく令和2年度の収集日カレンダーが皆さんのお手元に届くということです。はい、小田原市はね、割と分別が細かくなっているんですけれども、皆さんしっかりしてくださっているということなんですけれども、はい、ここで改めてゴミ出しをするときの注意点などはありますか。はい、ゴミ出しに関しましては、出し型ガイドというものがございますので、はい、そちらを見ていただいて分別をしていただくのと、あとですね、最近ちょっと車両火災というものが発生しておりまして、はい、これはなぜかと言いますと、ガスボンベやスプレー缶などを、燃せないゴミに混ぜて出された方がいらっしゃいまして、それがちょっとゴミの収集車の中でガスが漏れて引火をして火災が発生したという事案が発生しております。はい、ですので、スプレー缶やカセットボンベ、あとは100円ライターなど、あとは充電式の小型電池、いわゆるモバイルバッテリーと呼ばれるものに関しましては、モバイルバッテリー以外のものに関しては、スプレー缶などの日という日が、専用の収集日ございますので、その日に、分別をして種類ごとに分けていただいて、出していただくようにお願いしております。またモバイルバッテリーに関しましては、市役所や家電製品屋さんとかに、リサイクル用の回収ボックスがございますので、そちらに通せていただけるようにお願いしたいと思っております。はい、ね、もしかしたら何の気なしにもうセルゴミと一緒に混ぜてしまっている方もいらっしゃったかもしれませんけれども、はい、大きな事故につながりかねないですからね。そうですね、はい、以前札幌市とかでもスプレー缶の火事と爆発事故があったと思うんですけど、そのような事故が車両だけではなくて、ゴミの処理施設でも起こる可能性がございますので、皆様のご協力をお願いしたいと思っております。はい、ね、なかなかね、最近の新しいゴミ、モバイルバッテリーなんかもそうですよね。どうやって捨てるんだろうって思うことが私もたくさんあるんですけれども、はい、これすごく便利ですよね。はい、こちら、はい、こちらの出し方
ガイドを見ていただければ、ほぼほぼ一般の、普段の生活で出るゴミに関しては、はい、こちらの方に記載されておりますので、はい、こちらを参考にしていただければと思います、はいはい、扱い方出し方大変詳しく載っていますのでぜひご参照ください、はい、この時間はまもなく配布が始まります、ゴミと資源の収集日カレンダーのお知らせをお送りしました。新井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。広報小田原、この時間は小田原市立病院ナースメイト募集のお知らせをお送りします。お話をお伺いしますのは小田原市立病院経営管理課の岩村さん、そして実際に市立病院でナースメイトとして働いていらっしゃいます門脇さん、小野さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、このほど小田原市立病院ではナースメイト、看護補助員さんを募集されているということなんですけれども、このナースメイトとはどういったお仕事をされる方のことなんでしょうか。ナースメイトさんは看護師さんの助手さんという役割になります。具体的にやっていただくお仕事は、患者さんの身の回りのお世話やですね、病室の整理整頓、ベッドメイキングなどを行っていただいています。はい、実際に働かれているお二人にお越しいただいていますけれども、このような制服でお仕事をされているということですね。はい、はい、それではですね、門脇さん、この小田原市立病院で働くことになったきっかけを教えてください。はい、私が仕事を探していた時に、ここの、市長さんが知り合い でそこでこの仕事を教えてもらって、この市立病院で働くことになりました。私はもともと駐在というところで働いていて、そこでヘルパーの資格を取ったんですね。でその後仕事を探していたんですけど、たまたま見つかったのがここの病院ということになります。はい、実際にナースメイトとして働いてみてよかったなと思われることなどはありましたか。患者さんにいつも感謝してもらったりとかして、そこでやりがいを結構感じたりもして、で名前を覚えてもらった時とかもすごい嬉しいなって思って、それがやりがいにつながります。はい、私はそうですね、患者さんって看護師さんとなかなか見分けがつかないと思うんですけど、はい、看護師さんっていうのはどちらかというと患者さんが嫌がる痛いこととか、そういうことを結構するんですけど、ナースメイトはどちらかというと患者さんの、なんていうか、痛いところに手が届くみたいな、いつでも声をかけてもらうと助けてあげられるような立場なので、どちらかというと感謝されて、お給料もらえてみたいなところがあって、ちょっとラッキーかなみたいな。はい、ね、でも本当に入院患者さん、またそのご家族からとっても感謝でしかないですよね。はい、ただね、こういうお仕事は逆に大変だったことというのもあるかと思うんですけれども、これまでどのように対応したのか教えてください。患者さんをリハビリとか検査とかに、降ろすときに、やっぱり車椅子に乗せたりする患者さんとかは、一人だと結構難しい患者さんも結構多くて、そういう時は同じ働いている仲間と助け合ってサポートしてもらって、そうやってなんていうの、検査行ったりとかリハビリ行ったりとかやってます。私はどちらかというと、もともと駐在というところで働いてたので、使っている器具とかそういうのは割と身近にあったものだったので、それほど苦労はなかったんですけど、やっぱり人と人との、仕事なので、どうしても認知症の患者さんとか、やっぱりそういう患者さんがいると、お話を何回も繰り返してあげないといけなかったりとか、分かるまで、話してあげたりとかするのがちょっと最初は大変だったですね。それではですね、これからこの小田原市立病院で働くことを考える方へのメッセージをお願いします。とても体力仕事が多くて結構大変な時もあるんですけど、一緒に仲間とサポートしていけば、だんだん、いろんなことも覚えられるので、すごいやりがいのあるいい仕事だと思ってます。はい、そうですね、ここでは
1年に決まったスケジュールで研修とかもやっているので、はい、安心して来てもらいたいと思います。このナースメイトさんの働き方、そしてお給料などはどうなってるんでしょうか。はい、勤務日はですね、1週間に2日から5日まででご希望に沿って決めていきます。勤務時間は午前7時から午後3時15分の早番、午前8時30分から午後5時15分までの日勤、午後1時15分から午後10時までの夜番がありまして、毎月シフトを決めて分担しています。時給は1200円で、電車賃やバス代など交通費も必要な分をお支払いいたします。社会保険や雇用保険なども完備してございます。看護補助員ということなんですけれども、特に資格などは必要ないんでしょうか。はい、資格は必要ありません。福祉施設での経験がない方とかもですね、丁寧に教えておりますので、はい、大丈夫です、はい、ね、小野さんも先ほどおっしゃられていましたけれども、研修の制度などもあるそうなので安心ですね。はい、はい、それでは改めまして、私立病院へ働くことを考えている方にメッセージをお願いいたします。はい、小田原市立病院は地域の皆様に信頼されて愛される病院を目指しています。小さなお子さんがいる方にも病院内に保育所があって安心です。ぜひ、多くの方にご応募いただきたいと思っています。また病院で働いた経験がなくて不安だという方も経験も受け付けてございますので、ぜひお問い合わせください。お問い合わせは0465-34-3175、私立病院経営管理課までお願いいたします。広報小田原、この時間は小田原市立病院のナースメイト募集のお知らせをお送りしました。皆さん、お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。